最後のプレゼンターは内藤聡さん言葉の受粉を目指すために内藤さんお願いいたします皆さんこんにちはよろしくお願いいたします、えー、ありがとうございます話によるとあの10時30分からスタートして、えー、これまでずっとノンストップで、えー、お話を聞く聞くっていうことも大変ですよね パワーがいいると思いますが改めましてえ大鳥ということで、江戸群馬主催されている岡田先生は意地悪だなと思いました、これだけプレゼンテーションに慣れていらっしゃる皆さんがずっとですねえ登場しているのに、僕なんかが何をしゃべればいいのか、真っ白な状態でございますが、ボンジアです、僕はラジオのパーソナリティという仕事をさせていただきます、ボンジア、ポルトガル語でおはようございます。 え皆さんご存じの方多いと思いますがこの群馬も日系ブラジル人の方もたくさんいらっしゃいますね、えー、僕がですね、まあ、どういう人間なのかっていうのを、えー、今日はえ午後4時までなんですよねなのでちょっと走りながらやります言葉の順法を目指すためにということで、えー、今日はタイトルをつけさせていただきましたなんやそれと。 言葉の受分でな何だろうと目指すためにってどんなことなんだろうと皆さんも大分かれかもしれません今日は実はですねこのステージの前につながりず祭りという祭りがありまして前橋の中心商店街先ほど30分40分前までステージに上がっておりましたそこから駐車場で僕着替えまして今来ましたさっきまで短パンだったんですけどもでもその会場でもですね多くの方がリスナーさん含めてお越しいただいたんですよね今日はあばれる君がゲストで来てくれて。 で暴れる君と今ずっと喋っ喋てきたんでです。でもねその時にもやっぱり思うんですね本当の言葉ってちゃんと通じるなと思うんです上辺の言葉ってなかなか通じない皆さんこれってお,お,あのお分かりだと思いますけども今日は僕はあのあちょっと言っちゃった 僕のプロフィールで1975年今年、えー、元来月で47歳になります富岡で生まれました現在群馬特使富岡市の観光特使をやらせていただいております地元富岡に戻って8年ですかね、えー、今ワイワイグルービンという番組を、えー、FM 群馬で えー、しゃべらせてていいただいております番組冒頭、ボンジーアという挨拶からやらしていただいているんですね。えー、今日、県外でお聞き、または、えー、ご覧になっている皆さんもいらっしゃると思いますが、<laughs> FM 群馬,群馬のラジオ局でございます。もともと僕はの大学時代にです、ねまあ、関西の大学にいておりまして、二十歳でまあラジオの世界に入りました、今年26年目、まあ、プロフィールには25年って書いてありますけども、26年目です。えー、ラジオをスタートするきっっかけてていうのがありまして えーまあ、それがですね、はがきを送ったことがスタートだったんですね、えー、赤坂泰彦という DJ がいて、でその赤坂泰彦にはがきを送り、それが読まれたんです、あの方が読んでくれた言葉が、はがきを読まれたその言葉が生きてたんですね、僕にズキーンと刺さりました、中学校3年生の時です、その瞬間に鳥肌立ったんです、うわー、すごいな、小さなラジオです、ラジカセです、小さな音で夜中聞いてる、その夜中聞いてる声に、うわーっと心が、ぐわーっと掴まれた。 次の朝、学校に行っと、クラス中が、昨日読まれたのお前じゃない ?FM 群馬、群馬で聞いてる佐藤氏、受験頑張れ、言ってくれたんです。リクエスト、ベイキングのスタンドバイミー、どン流れる。ずわーっと鳥肌、この鳥肌が僕をここまでにしちゃいました。責任は赤坂安彦なんです。<laughs> <laughs> でもね、僕あの、の今日は医療の皆さんがいらっしゃるということで、実は僕、医療と関わりがあるんですね。というのは。 <laughs> これ2歳3歳ぐらいの僕ですかわいいっすねぷにぷにですね汚、ね、いるのは母親です割と綺麗でしょ君へ、えー、っていいます今日は母の日ですからいつも母に感謝もしてますけども、えー、僕は今藤岡なので実家のすぐ裏に家を建てて、えー、徒歩うん20秒ぐらいで実家に行きます今日も母は元気にバラを育ててますが実はこれ病院なんですよね 他の病院藤岡にある病院です、これが談話室だと思います、小児科、僕は小さい頃にネフローゼという病気でした、腎臓病ですね、えー、医療に詳しい方、今日はお越しいただいていると思いますので、僕は小学校上がるまで,です、ね、生後半年から4歳ぐらいまで、実はずっと病院で生活しました、母親が毎晩僕の隣で寝てくれました、えー、父親が仕事終わると必ず病院に駆けつけてくれました、おじいちゃん、おばあちゃんは昼間、ずっと僕のそばにいてくれた。そこで 皆さん家族は、ね、僕に優しい言葉をかけてくれたんですね、聡くん、これ飲んだら元気になるから、聡くん、この注射を打ったらよくなるよ、腎臓病というのはなかなか厄介な病気です、おしっこをすると、その中に入っているタンパクその量でやはり病気が進行しているのかな、腎臓ですから、ですから、体を冷やしちゃいけないから、プールも入っちゃいけない、小学校上がって元気だったけど、プール入ったことない,ないんです、海に行ったとしても、海水浴場へ行ったとしても、僕はずっと待ってるだけだった。 ただ、僕を責めるようなやつらがいなかったんですね、優しいやつらばっかりでした、牛乳飲んじゃいけないんです、味噌汁だって飲んじゃいけないんです、塩分が高いから、だから給食で出される牛乳、みんなが牛乳を飲んでるとき、僕だけマミーでした、マミーはいいんだって、そしたらみんながね、内藤だけいいな、佐藤だけいいな、お前いいな、いや、俺、特別だな、プール入りたくない、俺、入らなくていいんだ、海入りたくない、俺、入らなくていいんだよ。 でもなんかその中でもその劣等感というよりはどちらかというとみんなが受け入れてくれたそこにも優しい言葉があったんです優しい言葉に包まれて僕はずっともしかしたら幼少期からずっと生活をしてきたんじゃないかなって思うことが多々あります今もそうです今日だってあれる君だってそうです ここで紹介してくださった皆さんも多分言葉を使えている言葉を使うって大変な仕事だと思いますことだと思うんですね医療の世界でもそうなんですちなみにこれ別の病院ですが僕はずっとね母親が本当につらい思いをしたと思うのねだから僕放送で小児科で今入院してるんですよ教習術なんですっていうメッセージものすごい言います病室で聞いてるんだな僕病院が好きだったんです母親が上がってくる音廊下を歩く 歩ってくるその足音であお母さん帰ってきたお父さん帰ってきたわかるんですよねでもその時にもう父親や母親じいちゃんばあちゃん僕にマイナスのことは一切言わなかった必ず良くなるから必ず良くなったんですこんな写真がありました見てくださいこれ縄文新聞で僕初めて出た時ね汚いですね古いですね 見てください廊下でね書いてあるでしょ七夕の飾りが病院の中をお耳へしたんだよさて僕どこにいるでしょうかはい正解、えー、この作るために2時間かかりました、えー、これもあの懐かしいでもね病院とかで、えー、先生方がかけてくれた言葉看護師さんたちがかけてくれた言葉友達がかけてくれた言葉今までに覚えてるんですよ 僕は小児科の小栗先生という方が僕の担当医だったけど、小栗先生、今でも、ね、多分現役で活動されてるんじゃないかしら。その先生が僕に、く君は必ずよくなるんだよって言って背中を誘ってくれた。それ覚えてます。看護師の皆さんが、く君って言ってナースセンターのところでものすごく遊んでくれた。それ覚えてます。でもその言葉ってちゃんと覚えてるんですよね。46の僕がちゃんと覚えてる。それってちゃんと受分したからですよ。受分してずっとここに残ってるからですよ。これは間違いないと僕は思ってる。さっき言いました赤、赤坂康彦子。 中学校3年生の時僕は彼の番組にはがきを送る僕は大先輩ですいまだに大好きな先輩だけど赤坂寿恵子に興味を持ってもらったでラジオの世界にのめり込んだでね僕ね2014年4月29日デビューから19年目これ誰かわかります男前さわやかでしょ僕です二十歳の時の僕ですよ拍手どうぞね <laughs> 何の拍手かごめんなさい分かりませんけども全くねえ面影なし ただこの19年目の春に共演が実現するんです FMI1 のスタジオです僕長いこと FMI1 というラジオ局で16年番組を担当させてもらいました同じタイムテーブル要は番組表ですね番組表に月曜日赤坂康彦土曜日ナイトサロシに載ったんです僕の夢が実現した瞬間でもありました僕いつも思うんですよね公害宣言効果いつもこれは えー、いろんな小学校とか中学校とか高校とかいろんな施設でお話をさせてもらうときに必ず言う言葉です口外宣言効果口の外で宣言する効果あるよその通りです口に出そういい言葉を言っていこうそうすれば必ず頭の中に脳にスティッチ入りますよねビッグマウス本田圭佑サッカー選手今日の試合絶対に試合勝ちますボクサー絶対に相手を叩きのめすいやちょっと今日自信ないんでやめておきます今日ちょっとあの試合無理だと思うんですよ っていいいううスポーツ選手いないそれそうですよね僕の番組でもそうなんです元気な言葉をちゃんと伝えたいなそうすれば元気がない人だって耳に入った瞬間に口に出した瞬間に何か変わるんじゃないかな思ったりとかします毎朝たさんのメールをいただくんです当たり前じゃないですよね朝忙しい時に僕にメールをくれるこの前メールでクイズだけでも4000通来たんですびっくりしませんか FM 群馬ローカル局ですおかしい そんなことはない、まずないただメッセージも平日、普通に考えると1000通くるんです、この1000通、もちろんクイズとかのものすごい多い、そこはねなかなか目を通せないかもしれないけど、すべて目を通す、なんでかっていうと、リスナーさんがその限られた時間で朝忙しい時間にメールを送ってくれる、これ大変な授業ですよ、朝お忙しい、または夜寝る前に朝のことを考えて、今日こんなことがあったんです、僕に日記代わりに送ってくれる、僕は交換日記だと思っています。 そのリスナーさんのメッセージを全部読むことによって、あこの人はこういう病気だったんだな、今日はあ娘さん結婚したんだ、それを口に出さなくても伝わる瞬間があるんですね、それは病気で悩んでるんです、いじめられて悩んでるんです、もうこの先どうしようかな、悩んでるメッセージに対してそれ読まなくたって、何々さん、聞いたから、読んだよ、頑張ったね、よかったな。この言葉で 瞬間的にもうメールを読む以上にことは通じるんですねそれがねたまらないんです思いが言葉を超えるときなんです言葉よりも思いが届く瞬間があるんですねそれをね実感するとラジオたまらないです今日だってそうですわざわざ名古屋からリスナーが会いに来てくれたそれも4人彼女たちは僕の番組を応援してくれてもう20年以上のまあ変な話ヘビーリスナーです 僕は彼女たちの生活のリズムも知ってるし家族構成も知ってますでもそれが嫌な感じじゃない何でかというと信頼してるからです信頼してるリスナーさんがずっと僕を支えてくれるそこには必ず生きた言葉を届けてくれるんですねそれを裏切りたくないだからいい言葉生きた言葉をずっと使っていきたいなと思ってます <laughs> やめとこうか今日仕事しんどいなでも踏ん張ろうよ僕頑張れって言葉が嫌いなんですだって頑張ってるから皆さん頑張ってるんです 病気の人に頑張ってください。いや、頑張ってるんです。だから、頑張れって言葉が嫌なんです。だから、優しい言葉にしたいんです。あ、もう時間がどんどんない。リスナーさんもプロだから、上辺だけの話だったら絶対に通用しない。バレるんですよね。リスナーさんもプロ。プロが喋ってるんだったら、リスナーもプロなんです。それを裏切ってください。僕はあの、用法やってます。 ミツバチに出会いました。それは名古屋で生活してるときに、師匠の船橋康樹という人間に出会ったんですね。で、彼と出会ってから、ミツバチが地球上から消える人類は滅びるあと4年で、これ、誰の言葉が知ってますかアインシュタイン。アインシュタインが、これをもう昔に、当の昔に言っている、2006年からミツバチがどん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 減少してる、皆さんご存知です。 皆さんの生活の中で普段の生活の中でミツバチなかなか見えなくなった、えー、チンってなられたあと1分だ、えー、世界の100種類の作物種のうち7割はミツバチによって受粉してる皆さん知ってました知ってますよねミツバチのためにいてくれるから僕らはおいしいご飯食べれるんですだから前橋の空気がきれいな空にミツバチが飛ぶことを目指してる森が呼吸するのと同じに、えー、コップ一杯分です 違うんですミツバチ一生舟、ね、ティースプーン一杯と言われています、えー、何箇所受粉するとしてます ?1 日3000所これクイズにしようと思ったら時間ないんで、えー、1秒間に何回羽ばたいてると思います正解230回次いきますよこれジョウバチ何個卵産んでると思います ?1000 個正解多い時2000個って言われてますあと何年で亡くなると思ってますミツバチ20年嘘今は5年って言われてるどうしますそれを守るために少しでも力になれないかなと思って ミツバチを育ててます。僕もメンプかぶってミツバチを世話してます。ミツバチが触れる。そうすると世界がどん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 変わっていくんじゃないから、言葉と一緒です。受分すれば必ず身がもなるんじゃないかな。だから生きた言葉を明日からも使っていきます。<laughs> F.M. 群馬 Y.Y. グルメよかったら聞いてください。内藤でした。ありがとうございました。<laughs> バタバタだった。すいません。ぜひ皆さんもいい言葉を使ってください。ありがとうございました。